刑事訴訟法、刑事訴訟法、刑事訴訟法、昭和23年7月10日法律第131号、英語、行動部クリミナルプロシージャは、刑事手続きについて定めた、日本の法律。日本の刑事訴訟法の前身は、1880年、明治13年に制定された、知財法、知財法、明治13年大上官布告第37号で、ある。 その後、八百九十年、明治二十三年に、刑事訴訟法、旧刑事訴訟法、明治刑事訴訟法、明治二十三年法律第九十六号が、新たに制定され、九百二十二年、大正十一年にはドイツ帝国刑事訴訟法を取り入れた、新たな刑事訴訟法、旧刑事訴訟法、大正刑事訴訟法、大正十一年法律第七十五号が、 制定された。だが、旧法時代には、司法行政権が司法省に握られていたこともあって、国家、社会秩序の維持のための裁判遂行が、主目的とされて人権面の配慮が欠けたものであった。現行の刑事訴訟法は、日本国憲法のもと、刑事手続きについての抜本的な改革を行ったものであり、1948年、昭和23年に制定され、 1949年、昭和24年1月1日に施行された。7編506条よりなり、主に公判手続き及びその前提となる捜査についての手続きを定める。また1948年には検察審査会法も設置された。その後、被害者保護の観点や、サイバー犯罪などの現代犯罪に対応する必要などから改正が頻繁にされている。 2000年には、審査申立て権者の拡大、被害者陳述権等の設置、交換事件等の国訴機関の制限撤廃等が行われた2005年までに施行。また、2004年の裁判員制度の導入に合わせて、公判手続きの充実、迅速化を図る改正、公判前、整理手続きの導入等もされ、これは2010年までに施行された。この改正で、 今まで被告人、基礎後にのみ適用されていた国選弁護制度が一定の重い事件について被疑者、基礎前の段階から適用可能となった。同年は犯罪被害者等基本法も設置された。2007年、平成19年の改正で犯罪被害者の権利利益保護に関する変更を行う。2010年、平成22年4月の改正で 殺人罪、強盗殺人罪などの控訴事項が撤廃され、事件後15年が経過した後も捜査が継続できるようになった。2016年6月に、司法取引の導入などの改正が行われている、2018年6月、施行。犯罪を認知した場合には、警察等の捜査機関が捜査に着手する、2項。捜査機関によって、犯罪の嫌疑をかけられた人を、 被疑者という、捜査機関は、任意に出頭を求め、または逮捕、拘留された被疑者を取り調べることができる、一行。警察等が犯罪を捜査した場合、事件を検察官に、送致しなければならない、一行。ただし、検察官が指定した事件については、検察官に、送置せず、警察等限りで、微罪処分とすることができる、ただし書き。また、交通反則通告制度。 道路交通法125条以下による交通反則金の符を通告して、これを納付したときは、当該通告の理由となった行為に係る事件について、控訴を提起されず、または家庭裁判所の審判に付されない道交法128条2項。検察官は、早期された事件を受理し、または自ら事件を認知する1項。検察官は、これらの事件について、 被疑者を起訴または不起訴とする。起訴された被疑者は被告人となる。他方、不起訴処分に不服である場合には検察審査会への申し立てができ、また付け審判請求ができる場合もある。裁判所は受理した事件を公判手続きにかけて審理する。公判手続きを経て裁判所は判決で無罪または有罪を決する。なお、 簡易裁判所は、検察官の請求により、その管轄に属する事件について、公判前、略式命令で、100万円以下の罰金または過料を、課することができる、略式手続き、法461条以下。また、売春の勧誘罪等を犯した、万20歳以上の女子に対しては、その罪に係る懲役または、禁庫につきその執行を猶予するときは、 そのものを、補導処分に付することができる、売春防止法17条以下。有罪判決等の裁判は、確定した後これを執行する。裁判の執行は、その裁判をした、裁判所に対応する、検察庁の検察官がこれを指揮する、一項本文。死刑、または自由刑、懲役、禁錮または、交流の言い渡しを受けた者が拘禁されていないときは、検察官は、 執行のためこれを呼び出さなければならず、呼び出しに応じないときは、収容状を発しなければならない。死刑、または自由刑の言い渡しを受けた者は、呼び出し、または収容状に基づき、刑事施設、死刑の言い渡しを受けた者については、拘置所、懲役、禁錮または拘留の言い渡しを受けた者は、刑務所に入所する、刑事収容施設及び収容者等の処遇に関する、法律。また、 罰金または過料を勘能することができない場合には、刑事施設等の漏液上に留置される、漏液上留置、刑法18条。刑事施設に入所した者は、刑期の満了によって、釈放、満期釈放される、刑法24条2項。刑期の満了前に仮釈放、仮出場が許されることもある、刑法28条、30条、厚生保護法33条以下。 なお、補導処分に付された者は、婦人補導員に収容し、その構成のために必要な補導を行う、同法十七条二項。仮釈放を許された者、婦人補導員の仮退院が許された者、保護観察不執行猶予の判決を受けた者に、対しては、管轄の保護観察所の下、保護観察官、保護士によって、保護観察が実施される、構成法法四十八条。 売春防止法25条。保護観察は、その仮釈放期間の満了や仮釈放の取り消し、等により終了する。民間人は、犯罪があることを発見しても、告発するかしないかは、本人の自由だが、公務員は職務を遂行する際に犯罪があると思ったときは、告発する義務がある。下記の管理は、国家公務員、公理は、地方公務員のこと。 明治時代の法文がそのまま交互体に全文改正された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。